に質問？嬉しいわ。キュンキュンするところ、今度君にも教えてあげる。驚愕だったら崩壊してたって友達に言われてたの。悪いことしてなかったのに、どういう意味なのかしら。一人一人にちゃんと向き合える先生かな。あ、ズルはダメよ。勉強なら教えてあげるから。じゃあこの後先生と二人で授業しましょうね。クーカちゃんが読んでる本、私も読んでみたいわね。あら、意地悪ね。止めてもダメなんだから。そうね、教師と生徒の関係じゃないなら君と…いけないわ。やっぱり恋愛アドバイザーかしらね。毎晩ストレッチするの。だから私、体が柔らかいのよ。男の子と過ごす誕生日って初めてで緊張しちゃった。今度は君のことをじっくり教えてね。私のためにケーキでお祝いしてくれるなんて。みんなの先生でいられて本当によかったって思うわ。イオちゃん大げさだよ。でも喜んでもらえたなら手作りしてよかったかも。ヒデサイにも買い出しとか手伝ってもらったし、みんなでお祝いする誕生日ってそれだけでエモいっしょ。ええ、本当にありがとう。頼りない先生かもしれないけど、これからもみんなのために頑張るわね。みんな、できたかしら？これも立派な課外活動として後で採点する予定よ。だから丁寧に仕上げてちょうだいね。ちゃうよ、そういうのは最初に言ってもらわないと。みさきっち、どう？お、大人のレディは常に抜かりないものなのよ。でも、その…ちょっとだけ見直しの時間が欲しいなって…大切な生徒に誕生日をお祝いしてもらえて嬉しいわ。こんなに素敵なケーキを用意してくれて、君の優しさが何よりの贈り物ね。君の先生になれて本当によかったわ。だってとっても温かい気持ちを教えてくれたんだもん。こんなに胸が熱くなったのは初めてよ。ねえ、これからももっと教えてくれる？今日はありがとう。君に呼び出されるなんて、まるで先生と生徒の立場が逆転したみたいで、なんだか不思議だわ。それで、どんな用事なんですか、先生？あら、生徒にお祝いされるのって
ても幸せな気持ちになれるのね。私、先生になって本当に良かったわ。でも、君だからかな。余計にそう感じるのは。あ、今のは他のみんなには内緒よ。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。私の誕生日を覚えていてくれたなんて嬉しいわ。君にお祝いされるなんて考えても見なかったからびっくりしちゃった。実はね、どんなことかなってドキドキしてたのけど、100点満点のとっても優しい言葉で安心しちゃった。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてで、ドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。あら、私の真似？君なりの誕生日プレゼントなのね。どんな高価なものより嬉しいわ。心に残る一番の贈り物ってこういうことを言うのかしら。また一つ君から教えられちゃった。君みたいな生徒を持てて本当に私は幸せな先生ね。せっかくだし、今日はいっぱいお祝いしてもらっちゃおうかな。誕生日を男の子と過ごせるなんて初めてでドキドキしちゃう。すごく素敵な一日になりそう。ありがとう。